皆さん、こんにちは。ヨハネラブです。このチャンネルは、好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、極度のオタク気質で漫画家な、こちらの精霊のフィギュアです。デートアライブ4、本庄にゃ、7分の1スケールフィギュア。それでは、サイトへとジャンプ。今回は、アミアミさんのサイトにお邪魔させてもらっています。第9の精霊で、人気漫画家でもある本庄にゃが、7分の1スケールのフィギュアとなりました。やりました！新入れそう、ヨットを身にまとった姿で、一体化されていますよ。シスターらしく手を合わせ、お祈りを捧げているポージングとなっています。原作のイラストの雰囲気も、しっかりと再現されていますね。ファンサービスだ！霊装はクリアパーツで表現されていて、透明感あふれる美しさを放っています。スカートや、ベールのなびき具合も表現されており、躍動感が伝わってくるのではないでしょうか。細かい装飾品など丁寧に造形され、シスターと精霊の神秘さが、とても美しく表現されていると思います。いいね、好きだよ、俺は、そういうのが。霊装に、クリアパーツがふんだんに使用されているため、ニアの美しいボディラインが、スケスケで丸わかりです。黒いパンツも丸見えで、お尻の肉付きや太ももの柔らかさも、より魅力的に見えますね。やわ肌がかなり透けて見えているので、セクシーすぎて魅了されること間違いなし。エッチ。台座部分は、ニアが発言する天使ラジュールをモチーフとした十字架があしらわれています。シスターの呼び名にふさわしい姿の、ニアの魅力がギュギュッと詰め込まれたフィギュアとなっていると思います。透明感あふれる霊装姿のニアを、たっぷりとご堪能ください。だって、それが愛だろう？こちらのフィギュアは、10月に発売です。そしてお値段は、22,440円です。このフィギュアをお迎えしたら、霊装姿のニアの美しさや魅力を、SNS などで広めてあげてください。欲しいか？これが欲しいか？今回の紹介はここまで。これらのグッズの紹介記事は、下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければ、その紹介記事に貼ってあるリンクからアクセスして、注文していただけるとありがたいです。もしよろしければ、チャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それでは、また次回お会いしましょう。